成長、挫折、出会いと別れ、さまざまな意志と野望を胸に、戦乱の先を内葉佐助は見据える。兄イタチの真実とと。覚えてるか、ガキの頃にここで話したこと。ああ、あの時は。ここからの眺めは懐かしいぞ。やっぱサスケか、てめえ。行くぞ。本気を出して見えるか。この程度の実力ではない。や、どうやらまだ本当の実力を出したことはいないようだ。さて、ここからどう巻き返すか見ものぞ。行くぞ。本気を出してみようか。Let's see.
まった試してみるか。力を見せてやろう。大気が受けてみな。気にしたぜ。僕がやろうか。黒龍の術。うせっきりしたぜ。うせっきりしたぜ。終わらせるぞ。キリスタジェキリスタジェエントリーを投げる。それが終わりにここまで出番だ。これだけの力があれば評価を下すのはまだ先だ。黒龍の最後までやらねば奴らの力を見極められぬ。行くぞ。どうする？このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。まだな。
火の国は木の葉学ぶっ飛ばす全然の生命ひっぺがしてやる。どういう意味だ。悔しかったら何とか余裕顔かましてみろってばよ、バーカ。やはり強いな、カカシ。まさか、ずっとそれだけのこと。かかって。俺のカムイは同じものかもしれない。なんだと？もし仮定の通り、二つが同じ術なら、それを作り出すのも同じ。だとすれば、すべての技術が無くなるというか、すべてを利用すれば。すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。まっぴらごめんなんだ。まだまだ、このまま一気に。俺は死んだのか。ここはあの世との狭間だ。ウチハの者よ。その目、まさか。手加減抜きでやる。覚悟しろよ、お前ら。少しは手加減してくれ。忘れちゃったよ。僕ら核のことにとらわれない趣味なので。おらおら、どうした。カカシのやつはもっと強かったぜ。そんなこと言われてね。僕らカカシのこと詳しく知らないし。少し自信がついたぜ。いい感じだ。前よりもさらに馴染んでる。もう違和感はない。自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで会えるぞ、カカシ。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。
まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。凛とカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だろ。いいのか。凛とカカシを助けたいんでしょ。ありがとう、グルグル。やめてくれ。